身長伸ばしたいのにまさかこの食材食べてませんよね。身長ビヨン医師医学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊で、ね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただく身長先生に聞きは39番目とかですね、サンキューって感じですね。皆さんに本当に感謝をお伝えしながらですねこの動画を撮っております。今回ね内容ですけど前回のね38のコメント欄の方からねピックアップしております。今回もねこちらの方に記載していただくと身長先生に聞きの40番目で答えるつもりですので、ぜひ皆さんコメントの方お待ちしております。で今回は本当にね超面白い面白いというか超ハイレベル、私の視聴者さんのレベルも相当上がってきてですね、もうたくさん調べてきていただいた上で私のね動画見ていただいたりだとか、私のねホームページ行くとねとんでもない量のブログが書いてありますので、そういったのぜひ見ていただくとまたより一層勉強になるのではないでしょうか。今回のお話しさせていただく内容は身長伸ばしたい人必見とか、は食べてはいけません、食べてはいけないっていうのはねちょっと YouTube 的な会話の仕方であって完全否定するような内容の動画ではないんですけども、ぜひ皆さんに参考にしていただきたい動画になります。特にね中級以上のね身長伸ばしたい皆さん、お母様お父様ねぜひ見ていただくといいんじゃないでしょうか。ということで今回いただいている質問です。まゆこじさん、最近こちらの動画を見て勉強しています。ありがとうございます。ということですね。食物アレルギーがとてもひどく、卵、乳が取れず、食も細いため大豆製品を多く取っています。イソフラボン摂取量で言うと、豆腐も含めて 60mg 程度だったと。現在男子15歳、0ヶ月で半熟チェックで言うと超半熟で、この2年間で6-7cm 伸びていたと。つい先日ね、女性ホルモン、骨端素閉じる働きがあるというのを分かって気になったんですが、大豆製品がどの程度影響を与えるのか、まだまだ伸びると思っていたのですが、今 162cm です。最近は大豆製品を控えて無理やり牛肉をたくさん食べさせていますってことですね。本日の主眼点に関して言うとイソフラボンってことですね。イソフラボンについて説明ねさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。イソフラボンね、大前提なんだけども、どうしてこういった議論が出てくるか簡単にまず最初に説明させてください。更年期の女性方がですね、イソフラボンという文字を見つけたらね、購入してですね、ゴクゴクゴクとか飲んでするわけですね。それどうしてかというと、体の中に女性ホルモンを補充することを目的としている。もしくは女性ホルモン変換されることを目的として世間で行われているわけになります。もしね、それが本当に正しいとすれば、例えば思春期が始まる前のお子様にイソフラボンをたくさん摂取すると、体の中でね、女性ホルモンに変換されて、それこそ骨端線が早く閉じる、もしくは思春期が早く来てしまう、早発してしまう、そういったような原因になるのではないかというような論調が成り立つわけですので、それが本当に正しいのかということをね今回も検討していきたいと思います。今回もねちょっとじゃあ論文の方をね使いながら説明していきたいと思います。今日はね3つの論文を説明していきたいと思います。最初の論文がハイセラムイソフラボンコンセントレーションアソシエイテッドウィズリスクオブプレコーシャスピューバティインコリアンガールズですね。韓国のお子様の血中濃度のイソフラボン濃度が高いと、もしかしたら思春期早発になるかもしれない。怖い論文ですね。この論文で説明させてください。2011年に、ね、書かれた論文で、キム先生ね、韓国のデイグユニバーシティっていうのは、ね、英語で何て言うかわからないけども、そういった病院の先生が書いてくださった論文になりますけど、中身見ていきましょう。約8歳程度のお子様で、しかも女の子が対象になっていきます。特にですけども、単純に早熟っていうレベルじゃなくて、本当に病的にすごく早かった子、108名と、特に、ね、新規が早くなかった91名のお子様を比較して、血中濃度のイソフラボンが、ね、どうだったかっていうふうに見たようなわけになります。結論から言ってしまうと、新規早発症の人の採血結果を見てみると30ナノモールよりも多い人の割合が多かったということで、このね論文からはやはりですけどもイソフラボンの摂取量っていうのは多くない方がいいというような結論になってくるというような形になります。コンクルージョンとか読み上げると、 These results suggest that elevated serum isoflavon may be associated with the risk of the CPP in Korean girls とかですね。この論文からは血中濃度が上がってしまうぐらいイソフラボンを摂取すると女の子にとっては良くないでしょうってところになります。コリアンガーズってことも後で説明しますけどポイントになってきます。ショックを受けた皆さん安心してください。他の論文も見ていきましょう。次の論文はですね、過去の動画でも紹介してます、半熟になる食べ物はこれだってところで紹介してます。 Relation of isoflavones and fiber intake in childhood to the timing of puberty とかですね。イソフラボンを摂取することによって新規に入るタイミングがどういうふうに影響するかっていうのを検討していただいた論文になります。こちらの論文はね、ジャーマニー、ドイツのドルトムントにある子供栄養研究所で研究された内容ですね。そこのグオチェン先生ね、こちらの、ね、内容見てみましょう。まあ、同じですよね。イソフラボンがどういうふうに働くかわからないわけだから研究したってことで、2010年の論文ですね。こちらの論文見てみると、コンクルージョンの方ですね、 Girls but not boys with higher prepubertal isoflavon intakes appear to enter puberty at a later age ってことですね。まあ、分かりにくい英語だったと思うんですけども、お伝えさせていただくと、逆にイソフラボン摂取によって女の子だけなんですけども新規を遅らせる可能性があるというふうな表現になってきます。
ます。さっきと逆じゃねえか。新潮先生、どういうことってことですね。皆さんのですね、疑問の声がたくさん聞こえてきます。ここがね、結構ポイントになってきます。例えばなんですけども、先ほどですね、更年期は女性はという話をね、バラバラバラってしたんだけども、イソフラボンっていうのは女性ホルモン用物質であって、女性ホルモンではないわけですね。なんで、ここがポイントになります。人間って結構面白いところがあって、例えば、類似物質、一応そういった薬が世の中にあるんですけども、男性ホルモンのような物質を飲み薬として飲むと、体がですね、あ、男性ホルモン出てるんだ、というふうに勘違いするわけです。そうすると逆に自分の男性ホルモンのボリュームは落とせる。イソフラボンもそういったような可能性があるわけです。例えばですけど、イソフラボンを摂取することによって、あ、私も女性ホルモン出てるんだ、だからもう女性ホルモン出さなくていいんだ、そういうふうにね、勘違いをしてくれれば、逆に言うとイソフラボンは新規のタイミングを遅らせる、そういったような可能性があるというね、こういった論文が当然出てくるような形になります。ってことで分かりにくいってことですね。何度もねお伝えしている通りなんですけども、大豆、まあそういったイソフラボンっていうのが新中にとってプラスなのかマイナスなのか正直言って分かりません。結論から言うと、まあ分からないので、まあ分からないとして取り扱うっていうところになります。今の論文は1個ずつプラス人間とマイナス人間を紹介していったわけなんですけど、次に他の論文見てみましょう。アソシエーションビトインソイベースインファントダイエットアンドザオンセットオピバティシステマティックレビューアンドメタアナリシスってことですね。システマティックレビューだから、たくさんの論文とかを見たりとかね、メタアナリシスでこうたくさんの論文を検討してとか、1個ずつの論文じゃなくて今の1個ずつの論文を見たってことね。こちらの方の論文はブラジルのサオパウロユニバーシティの内科の先生が書いてくださった論文ですね。で、思春期が関係あるかっていうところを見たところ、8つの研究を含めて大豆をいっぱい食べてる子供たち598人とか、全然大豆摂取してない2957人とか、そういったのでいっぱいの論文を見てこう解析してくださったそうです。で、結論としては We did not find any association between a soy based infant diet and the onset of puberty in boys or girls ってことで、そういった関連性は認められなかった、大豆を摂取したって問題ないんだよみたいな、そういったような論調になってくるわけです。で、このね3つの論文を通して分かるんですけども、変な話なんですけども、この一番最後のシステマティックレビューっていうのは医学的エビデンスレベルっていう単語ね、私そんなすごくエビデンスっていうような人間ではないと思ってるんですけども、システマティックレビューとかメタアナリストはね、エビデンスレベルが高くてですね、信頼性が高いなんていうふうにね表現をするわけです。ただし今回のこういったような内容に関して言うと、はっきり言うと絶対こういった結果がシステマティックレビューだと出てくるっていうのは専門家の私たちからすると非常に当たり前なんでかっていうと、イソフラボンってそういった性質を持った食材だから、プラス2件とマイナス2件がそもそも混在してるようなものをたくさん集めていったら留意差が出ない、そういったような結論になってくるっていうのは当然になってきます。ちょっと難しかったかもしれないですけども、結論から言うとプラスの意見とマイナスの意見があるよってところですね。それは今までと変わりません。で、その中でももしかしたらマイナスの意見があるかもしれない、もしかしたらプラスの意見があるかもしれないっていうところになります、ね、そこでもう一個ね、さらに深掘りしていくと、人種差もしくは男女間の差っていうのがおそらくあるんだと思われます。具体的に結論を申し上げるのはすごく難しいんだけども、おそらく女性の方が影響される率が高いんだと思われます。さっきの論文を見てもね、両方とも女の人が対象となっていたりだとかしてて、早熟ならば晩熟ならば両方とも女の人がターゲットでしたね。なおかつ人種によってもおそらく違うのではないかなというふうに推察されます。例えばなんですけども、先ほどの韓国の論文でどっちかが早熟になる説でしたよね。一方でもう一個の方はドイツ、ヨーロッパの方は逆にね晩熟になるというような説明になります、ね、もしかしたら人種差があるかもしれないね。そういったようなことも言えるわけになります。さらにお伝えできるポイントとしては、データの出元をちょっと探したんだけども出てこなくなっちゃって、どこから私が昔調べたか忘れちゃったんだけども、多分これもどっかのデータから取ってきたんですけども、アジア人はですね、そもそもイソフラボンの摂取量が1日あたり25から50mg で、西洋諸国っていうのは1日あたり 2mg 未満ということで、基本的にはですね、日本人とかアジア人の方が大豆の摂取量が多いそうです。それはそうですよね。豆腐だったりだとかお味噌汁ね、そういったものも大豆由来なわけですから、そういった側面からすると根本的にね、アジア人の方が身長低いわけですから、もしかしたらマイナスなのかなとか、そういったこともね考えたりもするわけになります。ということで、前小路さんの質問に答えとするならば、 60mg 程度あったってことなんですけど、それは確かに少し多いかもしれません。ただし男子の場合だと基本的にはあまり関係ないというデータが多いので、多分大丈夫だと思います。逆説的にコメントの内容を見させていただくと、 60mg すごく積極的に取ってたおかげで超晩熟になったっていうような説も出てくるわけになりますね。先ほどの論文の内容から見てみるとね。なんで、まあもしかしたら人によってはね、摂取するといいタイプと摂取するとダメなタイプと、そういった方がいらっしゃるのかもしれません。ただし今の医学の時点だとそういった見極めが非常に難しいですので、私の方でカウンセリングに来ていただいている方に関して言うと、少なくとも毎日納豆を食べさせるとか、イソフラボンを含むような大豆由来のソイプロテインをね買ってきて毎日飲ませるとか、そういったことは必要ないでしょうと。ただし別に極端に嫌がるような少し食べてなんか問題があるようなもんじゃないと思いますので、例えばね、本当に味噌汁飲んで身長低くなるんだったら、日本人の平均値でもっ
ともっと低くなっていると思うんですけども、そこまででもないってことを考えると、まあそんなに大きな影響はないでしょうってところだと思うんですね。過剰摂取さえしなければいいでしょうってところだと思います。ただ 60mg はちょっと確かに多いかなっていう気がしますので、もう少し減らしていただいて、日本人の平均的な摂取量に抑えていくっていうのはいいかもしれません。牛乳をたくさん食べさせていますっていうことなんですけども、プロテイン、動物のタンパク質とは、ね、最終身長に関係あるというような可能性がありますので、そこはねぜひ私も続けていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。とね、じゃあちょっといくつか答えていきたいと思います。皆さんはね、身長に関する疑問がありましたらコメントの方に記載お願いします。バシバシでコメントを答えていきたいと思います。次の40番で答えていくつもりですね。はい、次、わわわさん、毎回楽しみにしています、質問です。夜食について、塾へ行く前に夕食は食べるとして、塾が9時まで終わるとお腹が空きます。手っ取り早くお腹を満たし、なおかつ身長を伸ばすのにいい一品は何ですか。カロリー控えめだと嬉しいです、よろしくお願いしますってことですね。夜ね、塾行かなくちゃいけない、こういう子多いですね。9時までって遅いですよね。子供って大変ですよね、本当にね。朝は学校行ってね、夕方はね部活やって、夜は塾に行ってってことで、本当大変だと思います。その中で手っ取り早くお腹を満たしってこと、いくつかポイントがあるかなと思います。ちょっと今日ビタミンの話してみようかな。皆さんですね、2種類ビタミンがあるのご存知でしょう。脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあるんですね。脂溶性というのは油って意味ですね。脂溶性のビタミンって比較的ですね、体の中にへばりつく、まあ油のドロドロしてるじゃないですかね。なので血中濃度が比較的安定しやすいです。ですのでビタミン D とかもですね、2日に1回ずつ摂取してても、こう意外と血中濃度が安定するんですね。それに対してビタミンの B とか C っていうのは水溶性のビタミンになりますので、比較的こう流れ出てくるんですね。水溶性なのでおしっこにどん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 流れて、どんどんどん排出されていきますので、ビタミンや B とか C って比較的頻回に摂取していくって必要がありますので、どっちかというとビタミンの D とかは夕食とかに摂取してもらって、夜食としてはビタミンの C とかね、 B とかそういったものを含むのもいいかもしれません。手っ取りバイクでお腹を満たしてってことで、食品添加物の問題があるのでね、そこはちょっと考えなくちゃいけないですけど、ビーフジャーキーなんかっていうのはタンパク質も取れて、鉄分も取れて、亜鉛も取れるってことからすると、保存食でもありますから非常に便利かなと思いますけども、なかなかねお腹を満たすっていう表現にはならないのかもしれないですけどね。参考になりましたでしょうか。次ですね、 TN さん、ありえない過程で申し訳ありませんが、成長期前から全く無頓着な生活をした場合と、治療とまではいかなくとも運動や睡眠、栄養等を先生が推奨する基準をクリアするように気をつけた場合、どれくらい差が出ますかってことですね。成長期前ってことはイメージに10歳ぐらいってことですかね。10歳ぐらいからですと、多分最大で10センチ弱ぐらいは差が出る可能性は一応理論上ありえると思いますので、かなりね大事に1日1日ね送っていただくといいのではないでしょうか。まずはね、チャンネル登録をすることによって必然的にその知識が頭に入ってくるってことですね。まずはチャンネル登録よろしくお願いしますってことですね。次の内容は最後にしようかな。お鍋のエリンギさん、質問失礼します。高校1年生男子です。小指の爪半月はどれくらい残っていれば伸びるか教えてください。この質問定期的に来るっていうことで、いつもねこの質問ね本当に不思議なんですけども、爪半月説っていうのは誰が唱えてるんでしょうかね。そこをまず私は知りたい。正直その説がどういった論拠でなってるのかが分からないと、私もねこれに対してコメントが難しいんですね。まあ、そういった論文が何かしら出てなくちゃ誰も唱えないはずなんですけども、論文があるのか、それともどういった機関のねそういったものを発表してるのかね、ぜひ教えていただけるといいかなというふうに思います。はい、で今日はねじゃあこれぐらいで終わりたいと思います。今後も身長に関するね全身全霊で配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、身長美容、バイバーイ。